サイドだ、ヘディング、サイド後輩ヘッドは6番の内田光平、セットプレーから水戸ホーリーホック同点に追いつきました。ボランチのポジションから3バックの一角にポジションを移した、うん、この内田光平豪快なヘディング一発。いやー、川端さん、この佐藤和弘のボールもね、そうっすね、素晴らしいですね、質が高かったですね、これ一発じゃないですよね。